はい、一旦向こうに行くと見せかけて、またもやフェイント、ステップ9、これは限りなく、私のまだ見ぬ友人の一人である熊蔵さんのためのプライベートビデオでございまして、幻峠のステップ9を、とことこと走っているという状態でございます。熊蔵さんはもちろんソロで行かれてほしいと思いますが、こういうものを落としてますね。必ず携帯するようにお願いします。ステップ8も、9もそこそこ、そこそこの坂です。ここはまだアプローチ坂でスタートポイントではありません。御岳のアプローチ坂とニアリーコールという感じの坂が200メーター程度続いています。スローにしましたのでシングルハンドになります。ああ気持ちいい。まあ、まっすぐ行ってしまってもいいんですが、一応ステップを刻みます。はい、これがステップ9の終点地点です。